おはようございます。ということで、今日月曜日の朝、めっちゃ天気がいい、青空。ただ今日朝地震速報めっちゃびっくりした。僕が住んでるのは兵庫県で、揺れはね全然感じなかったんですけれども、いやいや、なんか石川ではまた大きな地震があったみたいで、ほんとこう大変ですよね。結構普段も起きる時間と同じようなタイミングで地震速報が鳴ったんで、余計に普段と違う音が鳴ってびっくりして、もう飛び起きたって感じですね。で、この日曜日は、昨日の動画でも言った通り、マッドマックスフィリオサ見てきまして、いや、めっちゃ面白かったです。で、何よりも、まあ、ストーリーもそうなんですけれども、やっぱり絵ですね、絵。もう本当ずっと、劇中ずっともうビジュアルが立っている感じで、全くね、見飽きないって感じで、もう本当あっという間でした。で、今日のね動画なんですけれども、カメラ界隈も結構ね大きな動きがあって、どうなんでしょう、今ね GH6 がね一部の販売店でこうディスコになってるみたいで、いやいや、ってことはもうあれですか、 GH7 が出るんですか。ただなんか GH7 が出るにはちょっとね急ぎすぎてるような気もするんで、まあ、もしかするとマイナーバージョンかもしれないってことで、今日ちょっとその辺のこう雑談やってみようと思います。はい、どうもこんにちは、もかげです。ということで、今日はね冒頭でもお知らせした通り、どうやらね近日中にでもこの GH6 の、まあ、後継機となるのか、それともねマイナーチェンジバージョンになるのか、ちょっとその辺わからないんですけれども、いずれにせよねこの GH6 っていうのがね現在一部の販売店でディスコンね、まあ、販売終了になっているっていうこともあって、どうやらね近いうちにね動きがありそうだということなんですね。で、昨日ね公開した、まあ、1週間分のねカメラニュースをまとめた動画の中でも、まあ、紹介しているんですけれども、先週あたりからパナソニックは6月5日にフルサイズカメラではない新しいカメラを発表するのではないかというふうな噂が駆け巡っていたんですね。で、これまあフルサイズ機じゃないとなればパナソニックの場合っていうのはマイクロフォーサーズ機になるわけで、まあ、現状こう次に出そうなマイクロフォーサーズ機っていうのはいくつかね候補っていうのがあるんですけれども、まあ、その中でもこうずっと噂に流れてきていたのがこの GH6 の後継機っていうのも、この GH6 っていうのはパナソニックのマイクロフォーサーズ機の中では同画面でのフラッグシップカメラということなんですけれども、ただこの GH6 の後に発売されている、まあ、写真面でのフラッグシップの G9 Pro Mark II っていうのが一部こう動画面においても GH6 の機能を凌駕しているということもあって、ちょっとこうあべこべな状況っていうのが続いていて、まあ、それをね是正する意味でもそろそろ GH7 が出るのではないかっていうふうな噂が、これは以前からずっとあったんですね。ただそれとは別に、現在こうマイクロフォーサーズ機っていうと、まあ、GH6 と G9 Pro Mark II っていう、まあ、実質的にねこの2台がまあ展開されているっていうこともあって、まあ、いわゆるこうエントリー向けのねカメラっていうのはごっそり抜けているっていうこともあって、まあ、この辺に関してねエントリー向けのこうマイクロフォーサーズ機が出るのではないかというふうな噂もあったんですね。で、それ以外にこう3つ目の候補としては、先日ライカが D-Lux8 を発表して、これはまあフォーサーズセンサーを採用したまあレンズ固定式カメラということで、これにね連動するような形でパナソニックは LX100 シリーズっていうね、まあ、直近では LX100M2 っていうカメラがあったわけなんですけれども、まあ、これが何だろう、ライカでいうところの D-Lux とこう連動するようなカメラだったっていうこともあって、まあ、D-Lux8 がねフォーサーズセンサーで出たのなら、その後に LX100 シリーズのまあ最新機種っていうのも出るのではないかということで、まあ、この辺のこうレンズ固定式カメラの線っていうのもあったんですね。で、個人的にはこう流れ的にはね、まあ、レンズ固定式のフォーサーズカメラっていうのが出るのかなというふうに思っていたんですけれども、先日ですね、まあ、さっきも紹介したように日本の具体的に言うとカメラの北村なんですけれども、ここでこう GH6 っていうのが、まあ、完了商品扱い、まあ、つまりこうディスコン扱いとなっていたということで、まあ、ということは現状この GH6 っていうのが市場にないとするのであればね、やっぱりこれの後継機っていうのが出るのが自然だろうということで、で、その流れの中で海外のカメラの噂系サイトのフォーサーズルーマーズでもパナソニックの GH7 っていうのが近日中にアナウンスされるのではないかというふうな記事が公開されたわけなんですね。で、これ記事の中ではね、まあ、FT3 っていうことで、信憑性が全くないわけではないんですけれども、裏付けが取れているわけではない、そういった扱いの噂ではあるんですけれども、このサイトは2つの情報源から GH7 に関する情報を得たということで、第1のソースからは GH7 っていうのは7月中に発売されると、
で G9 Pro Mark II の、ほとんどの機能に関しては備えていると。そして、GH6 同様に大きなね、巨大なファンっていうのを搭載していて、であとは新機能としてエクセラルユニットっていうのを通して32ビットフロートでの録音が可能ということなんですね。であとは最近発表されたルミックスラブっていう、アプリケーションにも対応しているということで、おそらくラット関連の機能っていうのもつくだろうと。でこれがソース第1ということで、でこの第2のソースから得た情報として、もうこの GH7 っていうのはすでにインフルエンサーたちの手に渡っていると。で彼らがテストをしているということなんですね。でこれ鍵カッコしてインフルエンサーということなんで、いわゆる初期テストのカメラマンとは違って、エンドユーザーに近いところのインフルエンサーにも届いていると。でこれ情報元の推測ということなんですけれども、このカメラは6月5日に発表されると。でこのテスターのフィードバックによると、この GH7 っていうのはマイクロフォーサーズシステムにおいて完璧にほぼ近いカメラに仕上がっているということなんですよ。で最後のポイントとして、この GH7 っていうのは内部ローでの撮影が可能ということなんですね。これそれぞれね、2つの情報源から得ていることということで、まだ裏付けは取れていないということなんですけれども、どうやら今ねパナソニックは大変なことになっているんですけれども、それでもどうやらね、次のカメラっていうのはこの GH6 の後継機になりそうだということなんですね。ただ個人的にはそのカメラが果たしてGH7 と名付けられるのかっていうのはまだちょっと疑問かなというふうに思っていて、っていうのは僕の印象としてはやっぱりこの GH シリーズっていうのはCP プラスですよね。CP プラス関連に何かしらの動きっていうのがあって、で春前ぐらいに発売されるっていうのが大体の、流れだったっていうこともあって、この時期に GH7 が出るっていうのがいまいちピンとこないと言いましょうか。であと流れ的にも結構バタバタとね、話が進んでいるような気もするんで、そうなって考えると GH7 というよりも、GH6 のマイナーアップデート版と言いましょうかね。さっき言ったように G9 Pro Mark II が出たことによって、ちょっと機能面でのね誤差が出てしまっているのを埋めるような、そういったカメラになるのかなというふうな気もするんですよ。そうなってくると、このソース1の情報っていうのは結構それに近いのかなと。っていうのも G9 Mark II と同様の機能っていうのを持っていて、でプラスしてXLR ユニットを通して32ビットでの録音が可能になるっていうのは、なんでしょう、マイナーアップデート機としてはちょうどいいかなというふうな気がするんですけれども、気になるのはやっぱりソース2のところで、個人的にはやっぱりこの内部ローに対応するか否かっていうのがかなり大きな分水嶺になるのかなと思っていて、個人的にやっぱりこの GH6 を使っていて一番欲しいなと思った機能っていうのは、僕はオートフォーカスというよりもやっぱり内部ロー収録っていう機能が欲しかったなっていうふうな、そういう思いがあるんで、もし仮にね次の後継機っていうのは仮に GH7 ではなくて、例えば GH6 Mark II であったりね、そういったネーミングであったとしても、かなり気になるところと言いましょうかね。このタイミングで出るっていうことは、 GH7 というよりも GH6 Mark II というふうな感じでマイナーアップデート版になりそうな気はするんですけれども、それでも実質的にね、GH6 からはオートフォーカスっていうのも位相差 AF になって、で手ブレ補正っていうのもさらに改善されているだろうし、加えて内部ローでの収録が可能っていうことになると、これはがぜん欲しくなるカメラにはなるんですよ。なんでね、こういった噂を見ていると、やっぱり次の6月5日に発表されると言われているカメラっていうのは GH6 関連の、その後継機になりそうだということで、いやこれね、結構実際出たらね、僕もね欲しくなってしまうことは間違いないような気がするんですけれども、個人的にねこの GH6 ね、コロナ禍の中に登場したカメラっていうこともあって、個人的にねまだねこのカメラを持ってね、ちょっと旅行とかっていうのには行けていないんですよね。でもし仮にこのタイミングで GH6 の後継機が出るってことになって、買い替えるっていうことになると、実質このカメラをねほとんどね持ち出すことなく使い終えるっていうことになるんでね、それはそれでね寂しいかなとは思うんですけれども、ただこの噂の中で言われているように、特に内部ローでね収録できるっていうのは、かなり魅力ですし、でこの現状ね、この GH6 っていうのもね、メモリーカードっていうのは SD カードと、あと CF エクスプレスタイプ B を搭載しているっていうこともあって、内部ローの収録っていうのも技術的には決して不可能なことではなかったと思うんですよね。なので次ねこの GH6 の後継機が出るとするんだったら、この辺の機能っていうのは欠かせないところだったと思うんでね、そ
それが果たしてまあこのタイミングに登場するのかどうかっていうところで、まあ、現状ね、特にこう日本のマーケットでは今あのパナソニックに対しては結構こう厳しい目で見られているところではあるんですけれども、個人的には僕はこのルミックスのマイクロフォーサーズユーザーということもあって、この6月5日に発表があると噂されている何かしらのマイクロフォーサーズ機、それがどうやら GH6 のね後継機になりそうだと、まあ、この噂がね仮に本当だったとするんだったらどういったカメラになるのかっていうのは、まあ、かなりこう気になるところかなというふうに思います。はい、というわけで今日も2日続けてのカメラネタになりましたけれども、まあ、こんな感じでこうカメラのこう雑談系の動画っていうのも作っておりますので、もし聞いていただけましたらいいのチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はこの辺でおもかげでした。